ファブリシオ・コロッチーには、アルゼンチン・コルドバ出身のイタリア系アルゼンチン人、サッカー選手、ポジションはディフェンダー、アルゼンチン代表でもあった。コルドバ出身であり、AA アルヘンティノス・ジュニアーズの下部組織に在籍していたが、その後ボカジュニアーズの下部組織に移り、16歳だった1998年に、ボカジュニアーズからトップチームデビューした。 ボカジュニアーズではわずか2試合しか出場していない。1999年夏、イタリアの AC ミランに移籍した。クラブ間の合意がなされないまま移籍が発表されたために議論を呼び起こし、国際サッカー連盟は AC ミランにボカジュニアーズへの保証金の支払いを命じた。アルベルト・ザッケローニ監督は若手の起用に慎重であり、1999から 2000シーズンはトップチームで1試合も出場機会がなかった。母国とスペインでのレンタル生活2000年夏には母国の c a んロレンソであるマグロにレンタル移籍しクラウスーラ2001で19試合に出場して3得点を挙げて優勝に手を貸した。2001年から2004年にはスペインの3つのクラブデポルティーボ・アラベス、アトレティコ・マドリード、 ビジャレアル CEF にレンタル移籍し、常にレギュラーポジションを勝ち取った。アラベス時代の2001から02シーズンには33試合に出場し、ディフェンダーながら、主にヘディングシュートで6得点を奪う活躍を見せた。2004年夏に AC ミランに復帰し、2004から05シーズンのリーグ戦1試合に出場したが、2005年1月31日に、 スペインのデポルティーボ・ラ・コルーニャと6年契約を結んだ。デポルティーボ在籍期間中は絶対的なレギュラーであり、センターバック、右サイドバック、センターハーフと様々な守備的なポジションで起用された。2007から08シーズンはリーグ戦全試合に出場して4得点を挙げ、UEFA ・インターと,とカップ出場計を獲得した。2008年8月6日、 イングランドのニューカッスルユナイテッド FC と5年契約を結んだ。遺跡金は1030万ポンド。契約から2日後、マンチェスターユナイテッド FC との2008から09シーズン開幕戦でいきなり先発出場してデビューし、90分間プレーして猛攻を防ぐ活躍を見せた。同じく新加入のセバスティアン・バソングとセンターバックのコンビを組むことが多く、 2009年の1月まで全試合にフル出場を続けたが、大敗したリバプール FC 戦などのプレーは強く批判された。2月1日のサンダーランド AFC 戦で初めて先発を外れ、結局ニューカスするはフットボールリーグチャンピオンシップ降格となった。降格したにもかかわらず、コロッチーにはクラブに留まり、守備陣の頼みの綱であり続けた。 スティーブン・テイラー、マイク・ウィリアムソン、フィッツ・ホール、タマシュ・カダルなど様々な選手とコンビを組み、リーグで最も堅固なディフェンスラインを築いたほか、カーディフシティ FC 戦とワトホード FC 戦のそれぞれでヘディングシュートによるゴールを決めている。フットボールリーグチャンピオンシップを制覇して、プレミアリーグ昇格を決め、自身はピエフェ年間ベストイレブンに選ばれた。 2010年10月16日、本拠地戦とジェームズパークで行われた、ウィガンアスレティック FC 戦では移籍後初めてキャプテンを任された。ロスタイム4分にプレミアリーグ初得点となる、得点を決め、0から2の劣勢から追いついて、勝ち点1を獲得した。二千十一年一月十二日、十九歳の誕生日に行われた、トッテナムホットスパー FC 戦では、 ストライカーのような得点を挙げ、ニューカッスルでの公式戦、通算100試合出場に花を添えた。1月には、エステーラーと短期間だけコンビを組んだが、その後は、ウィリアムソンとコンビを組んで4月まで好調を続けた。4月2日のウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 戦では、ディフェンダーでありながら、走り込みやゲームメイクなどで頻繁に前線に顔を出し、ペーター・レーベンクランズの得点をアシストした。 アラン・パーデュー監督は、コロッチーニをトッププレイヤーと称賛し、同時に続けてもらいたいと要求したため、センターバックからの攻撃参加の機会が増えた。2011年夏に、ケビン・ノーランが2部に降格したウエストハム・ユナイテッド FC に移籍したことにより、7月8日にニューカッスルの新キャプテンに就任した。2012年3月3日。 クラブとの契約を2016年まで延長した。2016年7月5日、入荷するとの契約を解消し、15年ぶりに CA3、ロレンソであるマグロへ復帰した。2001年6月、U-20 アルゼンチン代表のキャプテンとして、自国開催の FIFA フフワールドユース選手権に出場すると、グループステージで2得点を挙げる活躍を見せ、 大会得点王となったハビエル・サビオラと共に、同国を優勝に導いた。2004年には、U-23 アルゼンチン代表として、アテネオリンピックに出場し、サビオラや、得点王となったカルロス・テベェスラと共に、金メダルを獲得した。2003年4月30日、リビアとの親善試合で、アルゼンチン代表デビューした。2005年には、 FIFA フフコンフェデレーションズカップに出場し、カメルーンとのグループリーグ初戦で得点した。2006年にはドイツで開催された FIFA フフワールドカップに出場した。グループリーグのニュージーランド戦に途中出場し、準々決勝のドイツ戦に先発出場したが、ドイツに PK 戦の末に敗れた。ありがとうございます。